んこんにちは。フラクタル心理学の開発者石木真央です。誘導瞑想の小部屋はいかがですか？皆さんは自分にぴったりの誘導瞑想を見つけましたか？この動画では誘導瞑想の小部屋をご覧の皆様に誘導瞑想の仕組みや効果をよく知っていただくためにフラクタル心理学によって解説をしていきたいと思います。この動画講座では脳に深くアクセスするコツ、あなたを強くする呪文、お金持ちになれない行為とは、自分の可能性を制限する心の仕組みなどをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。 1. 誘導瞑想の目的。誘導瞑想の小部屋のコンテンツにはいくつかの種類があります。 1. 悪い感情や癖を直すもの。 2. 現在未来に対する不安を取り除くもの。 3. 体のヒーリング。誘導瞑想の小部屋では取り上げていませんが、他にも種類があります。それは少し高度なのでマスターコースの中で学んでくださいね。2は状況によるものです。初めてのことに対処するときに必要となることなので、日常から必要なものではありません。3は特殊な誘導です。体に関するものですね。ですから基本的には1をマスターしておくと自分自身をもっと簡単にコントロールできるようになります。2. 誘導瞑想の基本。 1. 大人の自分と子供の自分。あなたは自分が多重人格だということに気づいていますか？例えばあなたがダイエットしたいという時に、今日はもう食べないぞと決めたかもしれません。それでもお腹が空いてやっぱり食べてしまったという時は、一体誰が食べたんでしょうか？それは同じ自分ではないんです。痩せなくては体に悪いと分かっているのは大人の自分、そしてそんなことどうでもいい、今食べたいんだから食べるというのが子供の自分。このように心の中には大人の自分と子供の自分がいて、それぞれ考えが違うので、よく心の中で戦いをします。また子供の自分にもいろいろと存在しています。素直な自分もいれば、ボス猿のような偉そうな子供の自分もいます。つまり私たちは多重人格なんです。それぞれに必要な扱いをしなくてはいけません。人生においてもトラブルを作り出すのは大人の自分ではなくて子供の自分です。その中でも怠慢で傲慢なボス猿のような自分ですから。誘導瞑想の小部屋の内容はほとんどこのボス猿を直すものとなっています。 2. 子供の自分の特徴。子供の自分または子供脳とは、子供の頃に使っていた脳のことです。当時大人脳はまだありませんでしたから、子供脳があなたを支配していたんです。子供脳はもちろん現在も使っています。仕事をしている時に使っているのは大部分が大人の脳ですが、家に帰ると子供脳が出てきます。子供脳は感情的で時間の捉え方がとても短いので、今楽しければそれでいいという考えで、計画性や建設的な考えがありません。欲望は強いし、とても怠慢で何でもやってもらいたい、依存的で自己中心的ですから、これを大人になっても持っていると恥ずかしいことになりますね。また子供脳は未熟な脳ですから、間違いや勘違いが多いんですが、それに気づくことがあまりありません。というのはボス猿と同じで、負けることが大嫌いで自分が絶対に正しいと思っているので、間違いに気づくなどということは基本的にしないんです。私たちはかなり未熟な脳を今でも持っています。3. 誘導瞑想で
子どもの自分に大人の自分が話す理由。私たちは一つの脳の中で子ども脳と大人脳を持っているのですが、その二つは意外にもあまり交流できていません。ですから大人脳がダイエットしようとしても、子ども脳が働くときは大人脳は引っ込んでしまい、子ども脳が支配してしまうので結局食べてしまうんです。ダイエットを決めてちゃんと食べないでいられる人は、それは子ども脳よりも大人脳の方が量が多いということになります。子ども脳は子どもと同じでしつける必要があります。子どもの時に実際に親にしつけられていたら、だいぶ子ども脳はちゃんとしつけられるんですが、残念ながらそういう人ばかりではありませんね。それを直すためには大人脳が子ども脳をしつけ直すんです。それは誘導瞑想でやるように、大人脳が子ども脳に話しかけるというやり方が必要です。大人脳だけでダイエットしようとしても、子ども脳は従う必要性を感じていないので、なぜダイエットが必要なのか、子ども脳にその理由をちゃんと教えてやる必要があるんです。つまりあなたが大人脳で獲得した情報はそのままだと子ども脳に伝わりません。対話が必要です。これをよく覚えておきましょう。4. 子ども脳にはメリットが必要。子ども脳はほとんどボスザルと同じです。ですから直近のことしかわからないし、大人がよく求めるような名誉もどうでもいいものです。まして10年後の健康のリスクのことなんかどうでもいいんです。子ども脳には損得で教える必要があります。何が損で何が得か、それから何がかっこよくて何がかっこ悪いか、何が得られて何が得られないか、このようにできるだけ単純に言って、今のやり方はダメで大人の自分が進めるやり方がいいということを教えてあげます。そこに納得できなければ、子供脳は今までと同じやり方を続けます。その説得材料を見つけるのは人生経験が浅いと難しいものがあります。ですからよく人を観察してメリットを見つけましょう。5. 大人の今存在している子供脳。誘導瞑想では子供脳に話しかけるとき、子供としてお母さんに拒絶されて寂しかったねと子供の頃の思い出を言ったかと思うと、上司に何々って言われると腹が立つよねと大人として体験したことを言ったりします。これは子供脳は子供の頃だけ使われているわけではないからです。大人になってからも感情的な出来事の時にはこの子供脳を使って反応しています。この子供脳は決して子供の時の思い出だけを抱えて止まっているわけではありません。子供脳は現在もあなたの脳の一部として働いていますから、あなたの脳の古い部分というのがより正しいんですが、あえて子供脳というのはその方が修正しやすいからです。子供脳は子供の自分としてイメージするとアクセスしやすいんです。6歳よりも3歳をイメージする方が脳の深くにアクセスできます。感情的なものはできるだけ3歳で、そして少し論理的な認識が必要なものは6歳で修正するのがベストです。またもともと持っていない能力や根本的な認識の設定を変えるときには乳児のイメージがいいんですが、人によっては自分が乳児だとイメージできないこともあるので、6歳か3歳のイメージを使っているんです。6. 未来の自分とは。誘導瞑想の基本は、大人の自分が子供の自分と話すということなんですが、時々
未来の自分というのが出てきます。これはどういう時に出てくるかというと、現在の自分もまだ理解ができていない時、力がない時には、解決できている未来の自分を連れてくる必要があるからです。それも解決できたばかりではなく、解決してその後しっかり落ち着いた状態の未来の自分を連れてきます。このように未来の自分がどのような状態かをイメージすることは大切なことです。未来の自分はもう問題を解決しているというイメージを常日頃から持っていましょうね。3、誘導瞑想に必要なフラクタル心理学の知識。1、原因は心の内側にある。誘導瞑想の一例を取り上げて、誘導瞑想がしていることは何かを考えてみましょう。今日の誘導瞑想のテーマは、お金持ちはずるいをやめるです。あなたはなんとなくお金持ちはずるいって思っていませんか？でも本当はお金持ちがずるいということを見たことはないですよね。そもそもお金持ちそのものとあまり会ったことはないかもしれません。よく知らないのにもかかわらず、なんとなくお金持ちはずるいと思っているとしたら、それは思い込みというものなんです。これは勝手にそう思ったっていう意味ですね。さて、これは私たちの考えがどこから来るかを教えてくれています。多くの人はただなんとなくお金持ちになりたいなと思っているかもしれません。でもそうなれていないならば、そこに心の理由があるんですね。これは大切なことです。心に関してのことはまだまだ世の中に知られていません。今私は、あなたが今お金持ちにならないとしたらそこに心の理由があると言いましたが、一般的にはそう考えられていません。自分がお金持ちにならないのは環境が悪いからだとか、政府が不十分だからとか、世の中が不平等だからだとか、多くの人はこのように思っています。つまりこれらはすべて外側の原因ですね。でも私は今心の理由と言いました。つまり内側に原因があります。ですからこれ以降あなたはこう考えるべきなんです。何かの現象の原因はすべて内側にあって外側にはないということです。これはすごいことですよ。これを信じれば、あなたは自分の状態を自分で変えることができるということです。すべての原因は内側にあって外側にはない。これを呪文のように唱えましょう。これはあなたをとても強くする呪文です。あなたはとても強くなりますよ。2、間違い、勘違いの記憶の集積があなた。では続きを見てみましょう。多くの人はこの思い込みを幼児期に作ります。これはどんなことから作られるんでしょうか。例えばあなたが子供の時、お父さんにおもちゃを買ってって言ったとしますよね。するとお父さんはおもちゃを買わずに、自分のためには高いお酒を買っていたり、ゴルフクラブを買っているのを見たかもしれません。そうするとお父さんは自分のおもちゃを買うお金でゴルフクラブを買ったと思い込み、お父さんはずるい、自分からおもちゃを奪ったって感じるんですね。これは幼児期だけではなくて、中学生、高校生でも同じようなことを思ったりしますよ。自分にはギターを買ってくれないのに、お父さんは車を買っているというようなことで、奪われたと勝手に感じるんですね。これはどういうことを言っているでしょうか。これは子供の時の認識は間違いだらけだということを言っています。あなたは今大人ですよね。こんなシーンをイメージしてください。
あなたと一緒に6歳の子供がニュースを聞いていたとしましょう。あなたは自分がニュースから何か感じて情報を得ますよね。でもそれと同じだけのことを6歳の子供が受け取ったと思いますか？もちろんそれは無理ですね。いくら子供が賢くても大人が言っていることをおそらく半分も理解できないでしょうし、覚えてもいないでしょう。でももしかするとそのニュースの中で猫が出てきて可愛がられているという映像が出てきたら、そこの部分だけは覚えていますよね。それは自分の理解できる範囲だからです。つまり先ほどの動画の内容で言えば、あなたは買い物をするという行為は見えたので、そこだけは覚えますが、お父さんがなぜ高いお酒を買う必要があるのか、なぜ自分のおもちゃを買う必要がないのかは全く理解できません。それで自分の勝手な推測で、お父さんは自分からおもちゃを奪ってお酒を買ったという認識をします。あなたの子供の頃の記憶にはこのようなものがたくさんあるんです。あなたにとっては真実そのものなんです。ですから疑ったこともないし、自分の記憶が正しい、自分の認識は絶対正しいと思っているかもしれませんが、でも 90% は間違いなんじゃないかと思った方がいいですよ。つまりあなたは間違った記憶の上に自分というものを作り上げているんです。記憶の積み重ねはあなたの人生そのものですから、このように明らかに間違った記憶を積み重ねて、私たちは長い人生を作り、それが自分だと思っているわけです。これにしっかりと気づきましょう。記憶のほとんどの部分は実は書き換えられるということなんです。これをよく知っておいてください。3、自分の横島な思いが人に投影される。金持ちはずるいという考えはどこから来るのかという説明です。勝手に感じるんですね。そしてまた、あなたはもしかしたら人から奪ってでも何かが欲しいと思ったことがあるかもしれません。または万引きすることを空想したかもしれません。つまりあなたにとって何かを手に入れるということはずるいことをするというふうになります。このような頭の中の思考回路がずっと残ってしまい、大人になってもこれが消えないという人たちが、お金持ちはずるいというふうになるんですね。そしてお金持ちから高い税金を取れとかいう考えになります。でも本当は金持ちはずるいと信じる人は、実は自分がかつてずるいことをしてお金を手に入れようとした覚えがあるという人たちなんです。これはちょっとびっくりですね。つまりこの世には悪い人がたくさんいるという人ほど、実は自分が悪いことを考えているということがバレてしまいます。でも本人はほとんど気づいていませんね。なぜでしょう？それは自分が悪いことをしているとは認識していないからです。例えばズルをしてお小遣いを手に入れたとか、ごまかしの記述をして失業保険を申請したという場合、そこに堂々たる言い訳をしているんです。お小遣いをお母さんの財布から取ったのは、そもそもお小遣いが少ないのが悪いのであって自分のせいではないと思っています。失業保険についても、半年以内に仕事をしていてもそれは自分が偉いからであって、そんなのはごまかすのが当たり前、正直者はバカを見るなどと正当化しているのでしょう。でもこういうルール違反はずるいということを別の自分は知っているんです。自分という存在は多重人格でしたよね。それを思い出してください。このように自分の心の中では、お金を余分に手に入れるには
ずるいことをしなければいけないとなっているので、この思いを人に投影してお金をたくさん手に入れている人たちはずるい人と結論付けているわけです。こうして莫大な財産を持つ人たちはなぜか裏で悪いことをしていると感じているんです。でもあなたは実際にそれを見たことはないですよね。人の勝手な噂話から信じているだけかもしれません。その根拠がその心の中の自分のずるさなんです。ですからあなたはこれを学ぶと、自分が思っている周りの人の悪いところが実はほとんど自分の深い心の中の投影であることがわかるでしょう。金持ちがずるいことをしている、だから金持ちなんだと信じることによって、あなたには実はメリットがあるんです。つまりあなたは努力しなくてもいいということです。わかりますか？努力しない理由ができてしまうんです。これであなたはずっとこれを信じていたということですね。金持ちになるには実は努力が必要です。ですからこれをちゃんと受け入れれば、金持ちがずるくないということがきっと分かってきますよ。4、自分の思い込みが自分の可能性を制限する。でもあなたがこの考えを持っていると、あなたはとても困ることがあるんです。一つにはあなた自身がお金持ちになっては困るということで、豊かになるのにブレーキをかけてしまうということです。もう一つはお金持ちというのは実はたくさんの人を雇って大きな仕事をしている人たちですから、つまりあなたの雇い主かもしれませんね。ということはあなたは心の中で雇い主を攻撃しているということになりますから、自分もなかなか豊かになれませんし、国全体も良くならないということになります。お金持ちを批判しているとき、あなたの頭の中には何かのイメージがあるんでしょう。 A さんのことを思っているのかもしれません。そしてあなたの雇い主は含まれていないかもしれません。しかし脳はそのように捉えないんです。脳は個人を捉えるのではなくてパターンで認識します。ですからあなたがお金持ちに対して思ったことは、それと同じパターンに属するものすべてに適用されます。つまりお金を持っている人みんなに適用されるということなんです。ですからあなたの雇い主がお金持ちならば、その人も含まれます。これは重要なことですね。これは脳のシステムなんです。ですからあなたがお金持ちになった時、脳はあなたを A さんとみなすので、ルールに従って自分が攻撃されお金を失うということになります。それは困る、嫌だということになると、あなたは最初からそのような可能性を排除することになりますから、こうしてあなたは自分の可能性を制限することになっているわけです。これはとても重要なことですね。よく覚えておきましょう。もちろんお金だけの問題ではなく、いろいろなところにあなたが作ったこのような制限があるんですよ。それは自分が誰を批判しているのか、それをよく観察すると自分への制限も見えてきますよ。